いらっしゃいませ、まかまかチャンネルの大地です。今日はですね、南知多町の内海に来ました。ファミリーの皆さんでも楽しめる投げ釣りでキスやメゴチを狙っていきたいと思います。晴天で風もなくて気持ちいい天気なんですけど、魚を皆さんに見せれるように頑張っていきたいと思います。今日はこれセットで買ってきた、つけるだけの仕掛けです。今こういう結構手軽なのが売ってるんで便利ですね。お、来た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 、よしよしよし、乗った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 、すごいすごいプルプルしてる。あ、全然竿、これ感度いいっすわ。あー、来た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 、ほらほら、結構いい結構いい、キスじゃないですかこれは。これはキスじゃないですか、プルプル、ほら来た、キス、ほら結構いいキス、やったー、綺麗綺麗綺麗、めっちゃ綺麗、透き通ってる。いや、とりあえず釣れました、ありがとうございます。いや、すっげえいい当たりだったマジで。来たよ、見つけましたね、キスのたまり場。さっきの方が大きいかな。キス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 、ちょっとちっちゃい。釣れました、キスです。来た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 、あ、ほら、あれ違う、キスじゃない、そりゃ引くわ、なんだこれ、あ、クロダイの子供だ、それ引くっすわ、めっちゃ引いたなと思って、よいしょ、はい、クロダイの子供です。あ、綺麗、やっぱちっちゃくてもクロダイですね、かっこいいっすね顔。ちょっと大きくなって帰ってきてほしいと思います。バイバイ、よいしょ、あ、元気元気、バイバイ、せーの、よいしょ、はい、キスです、よいしょ、はい、完全に見つけましたね、キスマンションキスマンション、キスマンション、ちょっと待って、持ってるかも、持ってるかも、2匹ついてるかも、もうあー、仕掛け絡んじゃってるけど、2連ここに来て、でも2匹、やったやったぜ、ちょっと可愛いけど釣れました。いいですね、のんびりした投げ釣りも。じゃあマカマカに戻って調理編行きたいと思います。じゃん、さあ名古屋のマカマカに帰ってきました。早速さばいていきたいと思います。鱗を下ろしてください、全面的にお願いします、はい、でここで手抜かずにもうきっちりした仕事をしとかないと、下ろしてからではなかなか取れにくいし、食べるときに口に鱗が入って違和感がありますので、頭を左側にして斜め左気味に両面から包丁を入れて頭を落としてください。水洗いして内臓を取るだけ取って、頭の方向を逆にして、あとは第二おろしで一気に開く。殻の方が身が薄いので気をつけて、身を逆にして手前の身を持って骨を取るだけ。ここはね、結構ね難しいですね、身が残っちゃう。で、尻尾の方に来たら骨だけ立てて切り落とす、はい、魚を縦にして腹骨を包丁です、すくう。これちゃんと入ってるんですね、はい、よく見る売ってるキスの形になりましたね。はい、出来上がりました。キスのお刺身と天ぷらですね。
味が濃いですね。キスって結構淡白なイメージなんですけど、これすごい味がしっかりしてて美味しいです。うん、うまいね。うまみがすごいね、甘みと。うん、じゃあ天ぷらいきましょうか。はい、はい、結構身が分厚いね。うん、おいしい。また刺身とは違った旨味が、もうすごい身がひぎょいひぎょいとふわふわになるんですね。うん、しっかりサクサクで、すごい身が厚いんですよね。今回はですね、南知多町の内海でキス釣りをしてきたんですけども、今回僕一人で行って、はいはい、まあ、今後いろんなうちもスタッフたくさんいるし、巻き込みながらワイワイ楽しく釣りをして、さばいて食べるっていう、そんな動画を上げていきたいと思います。さあ、もう全部食べましょう。はい、釣れたキスに感謝して、はい、いただきます。本当に美味しい。